バンブーエールは日本の競争は主な価値案は JBC スプリント東京ズキ、クラスターカップ。場名の由来はカンムリメイトオーランダプロサッカーリーグエルディビジのエールから。2歳夏の小倉競馬場にてデビュー。明け3歳春昇竜ステークスを勝った後、交流 GI に出走。ジャパンダートダービー、ダービーグランプリにて共に2着に入る構想を見せる。この 一息入れ、2007年初頭から指導するも、平安ステークス、佐賀記念と二桁着順に敗れる。これを境に、ダート短距離路線に転向し、5月に、立冬ステークスを制するも左膝の骨折を、発症し1年2ヶ月の長期療養を余儀なくされる。2008年7月、復帰レースとなる、プロキオンステークスを一叩きした後、北陸ステークスをレコードに、 コンマ3秒差の1分9秒9の高度計で解消。続く BSN 賞も勝利し、ペルセウスステークスではトップハンデを背負うも指北スイカを完封、オープン特別3連勝を飾る。11月、迎えた JBC スプリントでは、スタート直後から先頭に立つと、そのままスマートファルコンラーの追撃をかわし逃げ切り勝ち。初の GI タイトルを手にした。 2009年初戦は2月1日のネギシステークスに出走一番人気に支持されたが5着に終わった。続くフェブラリーステークスでは8着だった。その後ドバイゴールデンシャヒームに選出されたため、ミホトレーニングセンターでドバイワールドカップに出走するカジノドライブと共に検疫を受け3月16日の成田空港からのチャーター便で出国した。そして、 3月28日のドバイゴールデンシャヒーンに出走したが4着に敗れた。日本に帰国後は5月27日のサキタマハイに出走したが2着に敗れた。続く7月12日のプロキオンステークスでは2番人気に押され、レースでは広一移送も3着に敗れた。その後、森岡競馬場での開催となった8月14日のクラスターカップに出走。 レースではスタートから押して、花に立つと、そのまま粘り切り、重傷2勝目を挙げた。続く9月30日の東京坂月では、道中3番手でレースを進め、直線で抜け出し、数人の追撃を振り切って、解消、重傷3勝目を挙げたが、2日後の10月2日に、右前浅く県園が判明、全治9ヶ月以上の長期休養を余儀なくされ、 以降復帰することなく2011年12月9日付で競争場登録を抹消。当初は北海道浦河町のバンブル牧場で種ボバとなる予定と発表されていたがイーストスタッドに変更された。ありがとうございます。